続いてですが、10月からの新コーナーに参りましょう。週末ソムリエです。ちょっとリッチな雰囲気漂うコーナーなんですが、今日ご紹介しますのは、こちらね、週末のお出かけに最適なイベント情報を現場から伝えるということで、今日は船場祭りご紹介いたします。10月7日明日と明後日ですね、7日8日に開かれる祭りで、船場センタービルで行われているというものです。今日伝えてくれるのは橋本アナウンサーです。早速呼んでみましょう。橋本さん、お願いします。はい、週末ソムリエの橋本康介です。はい、少し戸惑っております。ソムリエを名乗ったことがありませんまあいいでしょう。皆様、今日様々なツッコミがあると思いますが、今日は受け流してまいりますので、あらかじめご了承くださいませ。さあ、今日やってきましたのは大阪商人の町、船場センタービルという、ま、このビルにやってまいりました。通称船ビルですよ。こちら船ビル、およそ600個の店が軒を連ねるという非常に賑やかな商人の町なんですよ。で、この船ビルで明日明後日行われるのが船場祭り2023 in 船ビルというところです。いやー、楽しみなこの船ビルの祭りにやってまいりました。商いの町の秋祭りということなんですね。我々今進んでまいりましたのは、船ビルの3号館から4号館の地下通路、船場ミューラルパークにやってまいりました。壁画があります。商いの町のアート、芸術、これも見物。さあ、歩を進めてまいりましょう。地下通路抜けたところにいらっしゃるのは、船場祭り2023イン船ビル実行委員の近藤さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。明日土曜、明後日日曜日、このイベント非常に楽しみですよね。はい、どんなイベントでしょうか。はい、この船場祭り2023イン船ビルは、はい、この船ビルの中にですね、お祭りの屋台を、お好み焼きとかたこ焼きの販売する屋台を持ってきたりだとか、湯原温泉の足湯を持ってきたりだとか、はい、いろんなものをたくさんやらせてもらってます。はい、その他ですね、全国の駅弁を、船ビルの中で販売する催事も予定をしております。駅弁もいいですね。さまざまなものが集うという船場祭り2023イン船ビルですが、はい、あれ、ちょっと気になるのは T シャツ。あ、こちらですね、大船渡さんま祭り、船場祭りで昔からこの、東日本大震災の被災地の岩手県の大船渡市というところが、はい、サンマの本州の水揚げ量が一番多い漁港なんですけども、この船の字が船場の船と同じなんで、ちょっと近いところありますね。はい、まあ、それとか他にも結構人間的なご縁とかいろいろありまして、ずっとご支援をさせていただいておりまして、でそれの流れで、はい、大船渡のサンマをお持ち帰りいただくイベントを今回も用意しております。はい、お子様にも楽しんでいただけるイベントなんで、ぜひちょっとご紹介させてもらおうと思いまして。地下でまさかサンマを見つけられるとは、はい、動いてませんね。はい、これはちょっとぬいぐるみのサンマなんですけど、ぬいぐるみのサンマを、まあ、おもちゃのサンマをおもちゃの釣り竿で釣り上げて、釣り上げると本物のサンマを持って帰っていただけるというイベントでございま す, です、ね。はい、では釣らせてもらいましょう。はい、あ、そこに引っ掛けてね。来た、はい、おー、なかなか油が乗ってますね。そうですね、サンマは、あとのサンマは、はい、こちらサンマ2匹分の引き換え券が入っております。2尾いただける。今だいたいサンマ1尾150円ぐらいですから、お得じゃないですか。これどうやってもらえるんですか。じゃあですね、はい、この引き換え券をビルの中に用意しまして、引き換え所の方にお持ちいただけますと、はい、本物のサンマをお持ち帰りいただけます。はい、こちらのファッションの、服を売ってる店が多いので、はい、この場でお渡しして、そのままお買い物されると結構匂いが移ってしまうので、お帰りの際にお持ち帰りいただければということで、ファイルもあるんですね。はい、こちらのゲームに参加するには、この1000ビルクーポン、500円のクーポンをご購入いただくんですが、ゲームに参加した後、この500円分のクーポンはお買い物券としてビルの中の対象店舗でお買い物や飲食使っていただけますので、非常にお得なイベントとなっております。いいですね。いやいやいや、この他にもいろんなイベントありますので、はい、教えてください。こちらの方にお越しください。次は恐竜、恐竜のスタンプラリーになります。はい、重ね押しのスタンプラリーといいまして、このラリーのシートにですね、スタンプを重ねて何度も同じところにスタンプを押していくと絵が出てくると、まずこちら黄色の1番、こちらのガイドに合わせて入れてみてください。入れまして下に踏むところがありますので、はい、思いっきり踏み込んで踏みますね。せーの、よっしゃ、ありがとうございます。
おお、まずは黄色い恐竜、はい、まだ何が書かれているか全然わからないと思いますけども、うん、はい、今度は2番緑の方に来てください、はい、実際はこちらの6番も6色あります、はい、はい、どうぞ。グッだー、来ました。少し姿が出てきましたかね、はい、これを6回重ねて押していきますと、あの恐竜たちの迫力のある絵柄が出てくるというもので、あのお子さんも大変喜ばれるんじゃないかなと思います、はい、ビルの中に今ここに2個置いてますけど、本当はビルの中に6カ所に分散させますので、はい、歩き回ってぜひスタンプ集めてください。これ明日明後日2日間設置いたします、はい、あなたは6つ集めてください。ありがとうございました、はい、子供さんが本当に楽しめるというこの、はい、ビルの祭りですよね。もちろん子供さんだけじゃなくて大人向けのイベントもご用意しております。やった、大人も楽しめる、はい、あららら、大人も楽しめるといえば、あ、やっぱり、こちらは、ね、大阪の片野市のお酒ですね。片野桜、片野桜、スタジオの榎木さんもおいしそうと、今やっぱりそうでしょ。おいしそうですよ、そらそうですよ、ね、いただきましょうよね。はい、はい、大阪の地酒を、船場の一品料理と一緒にいただく大阪地酒船場バルフェスタというイベントを明日開催をいたします、はい、こちらの方はバルチケットを購入いただいて、センタービル10号館地下1階の飲食街で、お店の、メニューと、お酒をセットでご提供をするというものでございます、はい、うーん、いや、先ほど歩いてきましたけども、本当にリーズナブルで美味しいお店がたくさん並んでますもんね、はい、でも美味しい店が、ね、たくさんありますので、ぜひ、はい、あのいい店を探していただければ、ここでぜひ橋本アナにこの一口、いいんですか、お酒、お酒、お酒は、最速はしてませんよ、飲まれてますか。普段は兵庫のお酒よく飲むんですが、大阪のお酒、片野市のお酒、片野桜、豪快についてくださいましたね。結構量多いですよね。あれあれ、兵庫は酒どころですけど、大阪も美味しいお酒ありますので、あれ柔らかくて、はい、ふくよかで、あ、美味しいですね。優しい味ですね。ありがとうございます。いや、秋ですけど片野桜、はい、美味しいじゃありませんか、ね、もう一杯の時間はない、時間はもうないので一杯です今日は、はい、我慢しております。美味しいお酒でございます。で、こちらの実はステージで、はい、明日の午後3時からサンテレビ熱血タイガース党のスペシャルトークショーが行われます。世界の通りを福本豊さんとタイガース OB 浜中治さん、そして司会は岩佐明子アナウンサーで、トークショーが行われる、まあ、18年ぶりにタイガースはリーグ優勝しましたんで、今年の、ペナントレースを振り返るとともに、ここからクライマックスシリーズ日本シリーズに向けての展望も明日こちら観覧無料で皆様ご覧いただけるということになっておりますので、ぜひお集まりくださいませ。で、ここで午後3時からスペシャルトークショーの前にも前に、はい、面白いイベントがありますね。その前、正午からですね、センビルキッズダンスコロシアムというイベントを用意しております。こちらはワンオンワン、1人1対1の、小学生以下 の、 あのダンスのバトル形式の、大会でして、はい、しかもあの DJ による音楽の、ね、即興でダンスをつけて踊っていくということで、本当に小学生でこんな踊りができるのかとびっくりします、うん、でプロのダンサーの方が審査をされるんですが、その方々のダンスもありますので、はい、ぜひあのご覧ください。いや、楽しみです。子供から大人まで楽しめるという、明日から行われます船場祭2023 in 船ビル、近藤さん、また明日以降も皆さん来てほしいですね。ぜひ皆さんもお越しください。ありがとうございます。お待ちしております。近藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこの後一杯やりましょうか。はい、皆さんです。待って、はい、さよなら。